今回ご紹介するのは、最近ですね、YouTube の中でも使用されている人が多いという、ジョビー三脚ゴリラポッドマイクロ200っていうやつですね。ただ2種類の大きさがあるんですけども、今回はマイクロっていう方ですね、ちっちゃい方を買いました。今回新しく買ったコンパクトデジタルにですね、常時くっつけられるような三脚を探していたので買ってみました。これアマゾンで1345円でした。すぐ届きました。いくつ 3種類の色があるんですけども、今回はグレー、青と赤とグレーで、今回はグレー色にしました。では早速開けてみます。これパッケージも綺麗ですよね、海外製で、で健康が、ね、販売元になってるんですね、それでは開けていきます。ちゃんとね、引き出しやすいようにここに取っ手がついてるんですね。まあ、こういう配慮もいいですね。はい。もう至ってシンプルで、説明書。まあ、説明書がいるのかっていう話もありますけど、説明書がついているのと、何が書いてあるのかな。ああ、保証書ですね。こういう説明書的なものがありますね。そしてこれが保証書ですね。ちゃんと保証書がついてます。これが本体ですね。まあ、ちっちゃいちっちゃい。ちっちゃいですね。出してみましょう。はい。どうでしょう。これが本体です。ピントが合わない。これで、こう、広げて、三脚にして使うっていう感じですね。ちょっとカメラにつけてみますね。構造は至ってシンプル。カメラの三脚穴にねじ込むだけですね。さあ、これにつけていきます。はい。くるくるくる、あれ。こうやってね、もうついちゃいました。で、この三脚のネジ穴をですね、そうですね。今回は10円を使いますけども、こう、ギュッ。はい。できました。ああ、ジャストフィットですね。下についてますけれども、あんまりこう邪魔にならない感じですよね。すごく、この大きさはやっぱりコンパクトデジタルにぴったりですね。合ってる。で、使うときは、こうやって、こういう感じで三脚状態にして使うと。こういう感じですね。まあ。で、角度的にも案外フレキシブルにどこでも合いますと。あ、いいですね。はい。このようにしてどこでも合っちゃいますよと。で、しまうときはこうやって三脚をこうやって、三つの足をこうやって、揃えればいいという。ただそれだけですね。で、しかもですね、すごくここの三本の足の精度が非常に高いですよね。こっから見ても、辛い位置っていうかですね、一つの面にこう、なるように工夫されていますね。こう三段、どん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 三段の段にならない。ちゃんとこう一つの面になるように工夫されていて、すごく作りがいいですよね。で、またこのゴムの部分も、そんなにこう金属の部分と段差がなくてですね、デザイン的にも非常にマッチした感じがします。で、これの注意点なんですが、これも YouTube の中でよく言われてるんですが、この部分がやっぱりこう逆回しにすると取れやすいらしいですね。ですから必ず使用するときは、時計回しで使うと。そうすることによって、これが緩まないということです。これを逆に回してしまうと、どうでしょう。あ、結構強くかしめてると緩まないですね。あ、大丈夫ですね。はい、案外大丈夫でした。でもなるべく時計回しに使用するようにというようなことです。で、これをつけてるとですね、
こう自分撮りするときにもね、ここを持ってね、こういう感じで自分撮りできますし、ね、格納するときもこうやって、そこにぴったりとね、つきますしね、あまりこのカメラのディティールを崩さないような感じになってますね。デザイン的にも非常に優れていると思います。つけっぱなしにしといてもね、これだったらいいですし、まあこの分ちょっと出ますけれども、まあこれぐらいだったら、例えばケースに入れてる人も入ると思います。まあケースによりますけどもね。これ便利ですよね。どこでもこう置けちゃう。はい、今回はジョビーのゴリラポッドマイクロ250という商品をご紹介いたしました。これ非常に便利ですので、コンデジ持ってる人も、まあこれだったら小さめのミラーレスにも使えると思いますね。で、もう一つ大きなサイズもあります。で、しかもこの部分が非常にしっかりしているので、もう一つ大きなサイズだったら、デジ1にも使えるかもしれないですね。あんまり大きくないデジ1でしたら使えるかもしれません。こういうコンパクトカメラを持っている人は非常に便利な商品というふうに感じました。青と赤もありますので、このカメラのボディに合わせて買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回は、これをご紹介いたしました。